指なんて拾わなければ、食わなければ。嫌だ、もう嫌だ。逃げたい、逃げたい、死にたくない。ここで死んで、死んだとしてそれは、生きるか死ぬかの選択を目の前にして、このまま朽ち果てなくなるのなら、俺は正しい死を求めて、行く先の見えない道を振りかざした、手を当てどもなく投げ出しながら、答えのない正義を探してる。苦しみがこれ以上の恨みに追われたとしても、もう眼差しが激しく呪いを運んで、世界の果てにとばりが降りて、全てが闇に包まれてゆく、思いの果てに吸い込まれゆく、正しい死はどこにある。俺に呪力があればいいんだろ、バカ。やめろ。特級呪物か、血肉した人は。女はどこだ。いい時代になったのだな。女も子供も牛のように湧いている。素晴らしい。おお、殺だ。顔覚えたからな、絶対呪ってやる。我々は共に特級という等級に分類されるそうだ。俺と虫のお前がだぞ。領域展開、福間みずし。さーて、存外大したことなかったな。誰が大したことないって、コアッパー。領域展開、無料空調。どうやら私たちが戦っていたのは人間だ。呪術で体の形を無理やり変えられてる。しかし私たちが戦った二人には呪霊のように呪力がみなぎっていた。俺の術式は魂に触れ、その形を変える、無意転変。ストップしてるんだ。一般人は形変えちゃうとそのうち死んじゃうんだけど、呪術師ならどうかな。助ける。降りつけ。むやみな救済に何の意味がある。命の価値を履き違えるな。死なない程度にしてください。虎杖君はもう呪術師なんですから。正しい死に様なんて分かりゃしない。ならせめて分かるまで、あいつを殺すまで、もう俺は負けない。